皆さん、明けましておめでとうございます。今回はお正月特別企画ということで、一流視聴者音感格付けチェックをやります。これから皆さんには2つのピアノ音源を聴き比べていただきます。1つはヤマハの最高級コンサートグランドピアノ CFX をサンプリングしたものです。今回はアビーロードスタジオで収録されたガーリタン CFX コンサートグランドという音源を使用しますが、このピアノは本物だと2000枚もします。そしてもう一つはアップル社の音楽制作ソフトロジックプロに最初から入っているピアノ音源です。こちらはピアノだけではなく、あらゆる音源や機能がついて2万4000なので超お得なソフトです。今から5つの曲を演奏しますので、 A と B のどちらが CFX の音か当ててみてください。まずは A。続いて B です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 。まずは A。
続いて B です。以上です。果たして正解は？こちらになります。いかがでしたでしょうか？やはりこうして聞き比べてみると CFX の方は音の密度が全然違いますし、アビーロードスタジオの豊かな響きも聞き取れたかと思います。いつも動画をご覧いただいている皆さんならすぐに分かったのではないでしょうか？需要があればまたこういう企画もやっていきますので、コメントに感想などいただけると嬉しいです。今回の動画がいいと思った方は、高評価やチャンネル登録もお願いします。では、良い正月をお過ごしください。